まあ、常務の方が勇み足としましたといいますか、この間申し上げましたように、ことを前に進めるために、あのような誤解を招くようなことを申し上げたということで、大変本人は反省しておりますし、本人はもとよりでございますけれども、学園全体として、心からお詫びを申し上げたいと思う次第であります。やはり西日本豪雨で大変な被害を遭われましたので、落ち着いた時期にしたいとは思っておりましたけれども、ちょうどたまたま今日はシンポジウムをやっておりましたので、一応まだまだ安定はしておりませんけれども、落ち着いたということで、我々がこういう日を選ばせていただきました。それはこれからは我々が貴重な、非常に重要な市民と県民の皆さん方から補助金をいただいているわけでありますから、もうディスクロージャーといいますか、ガラス張りにして、これからちゃんとやっていきたいと思っております。いや、必要であればすぐにでも参ります。これから県の職員の方々、あるいは関係者と話し合いながら話を進めてまいりたいと思います。聞いております。見てはおりません。ために説明するために会見開いてるんでしょう。どうしよう、読んでないと理解できないです。その文章に関する問題に対して、今日記者会見をやっていただけるということなんですね。文書の内容をご存知ないと理事長が今おっしゃられたわけです。検討協議させていただきます。ありがとうございました。前回と同様一方的に指示だけじゃないですか。